おはようございます。今日もちょっとあったかいですね。嬉しいですね。こういう風にあったかいといいですね、皆さんね。今週のですね、まあ木金ぐらいがまた寒くなるという聞いておりますがね、寒いですか？まあ北日本の方は、まあ、寒いかもしれませんね。はいはい、お元気でしょうか？今日はゲストがまだ来ておりません、なかなかゲスト来てくださいませんね。はい、油注ぎでポッカポカ、神の声がガンガン心に響いています。アメンアメン。皆さん、私たちは神の愛の中で生きています。神の中に生きています。神の真理の内を歩んでます。皆さん、私たちは以前は、肉にあって歩んでました。もっぱら肉的なことを考えて、歩んでいました。しかし今、私たちは救われて、イエスキー人に、救われて、闇の中から光の中に招かれて、神の国の中で生きています。私たちは今、神の国の中で生きています。ですから、神の子らしく歩みましょう。神の子らしく歩むのです。日曜礼拝発数しすぎて月曜の9時半弱ってる月曜日はですね、結構牧師の休みの日が多いんですね。月曜日は牧師は日曜日はですね、忙しいって言ったら変ですが、日曜日活躍しますから、まあ、牧師月曜日が牧師の休みという教会が多いですが、私の教会では月曜日も休みじゃありませんまあ年中無休と言いましょうか、年中無休、休みがなしというか、はい、その年中無休というのはですね、いつも、まあ、神様の安息の中にいると言いましょう。私たちは神様の安息、神の中にいるということは、神の愛の中にいるということは、私たちはもういつも安息です。いつも安息です。放送中は不思議と手足の指先がポカポカします。アメンアメン。冷え性なのに、キューちゃんの放送を見るとアドレナリンがどんどん上がってきます。アメンアメン。キューちゃんはコンビニエンス牧師コンビニエンス牧師いいですね。出前牧師という言葉もあります出前牧師、私はコンビニエンス牧師ですね。コンビニエンス牧師、はい。まあそういうわけで、皆さん、私たちはいつも安息の中にいます。御霊の実は平安、御霊の実は平安、神様の平安の中にいます。仏教を捨てキリスト教徒になりました。仏教を捨てキリスト教徒になりました。ハレルヤ、アメン。キューちゃんみたいにいつも元気でいたいです。キューちゃんみたいにいつも元気でいたいです。皆さん、世の中の人たちは肉的な平安を求めています、ね、お酒とか、また温泉とか、肉的な平安を求めていますが、肉的な平安は本当の平安ではありません。本当の平安は、本当の平安は、天国の平安、イエス様の平安、イエス様の平安です。
私の部屋にキリちゃん牧師といつも神が来てくれます。神様が皆さんの心の中に来てくれます。ちょっと部屋については御言葉があります。ヨハネ14章かな、14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはいけません、なりません、恐れてはなりません。皆さん、この世の平安は、本当の平安ではありません。しかしイエス様がくださる平安は、恐れない平安、心配しない平安です。皆さん、罪の中にあって、悪魔の支配の中にあって、それは、平安ではないのです。皆さん、ヤクザに囲まれていたら平安ではないですよね。その悪魔のですね、奴隷だったら平安ではないわけです。本当の平安は罪から解放され、悪魔から解放され、イエス様の支配になること、神の国の中に入ること。危険地帯にいたら平安ではないですよね。危険地帯ね、もう本当にその何があるかわからない、いつも恐れと不安の中にいて平安ではありません。しかし信仰によってその、安全地帯、ね、オアシス、神の国、イエス様がおられるところ、イエス様がおられるところ、そこに本当の平安があるんです。御霊の実は平安、聖霊様が私たちの心の中におられて、私たちの中に神様がおられるときに本当の平安があるのです。ですから皆さん、今日も神様の平安の中で一日を過ごしましょう。神様の平安、神様の愛、神様の喜びの中で一日を過ごすのです。そういうわけで、朝御言葉を聞くことはとても大事だと思います。キューちゃんも天国の平安を体験したことがありますか？はい、体験したことがあります。神様の天国の平安を、本当に感じると、この世のことはもうどうでもよくなる、もうどうでもいいっていうのは無責任になるということじゃないですね。無責任になるということではなくて、心配がなくなる、恐れがなくなるということですね。神様が共にいたら悩みがすっ飛んじゃうというか、問題が問題でなくなります。皆さん、多くの人はその、この世の悩みで生きているんですね。この世の悩みで生きています。しかし、悩んだからといって解決するわけではないのですね。悩んで解決するのではなく、それは、こういうふうに書いてありますね。マタイの6-27、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？心配してですね、この命を伸ばすことはできない、ね、心配したからといって何の解決もないということですね。私たちはその自分の力で一致も察知もできないんだということですね。問題を解決するのは神様だということですね。神様が、また神様しか問題を解決することはできないということですね。ぜひ皆さん、
神様に委ねて、自分で心配するのをやめて、神様に、委ねて歩む、信仰で歩むというのはそういうことではないでしょうか。くよくよしたり悩んだり恐れたりして、かえって逆にマイナスなわけですね。恐れたり心配したりすればするほど、かえって、その問題をに対して、悪くなっていくわけですね。ですからぜひ皆さん、信仰というのは本当に、人間にとって、全ての人にとって必要な生き方なんですね。全ての人にとって必要な生き方です。借金取りに追われている場合、神に祈れば解決しますか？はい、ぜひ祈ってください。ぜひ祈ってください。借金取りに追われるというのはかなり辛いんじゃないかと思うんですね。夜逃げしたりとか、自殺する人もいますよね。そんな必要は全くないです。自殺する必要は全くありません。イエス様に祈ってください。イエス様に祈ることによって、解決します。解決します。イエス様で空腹は癒えますか？はい、多くの方が、体験してます。多くの方が、祈ってですね、空腹を、何か与えられたりしたり、また耐えることができます。礼拝っていいもんですね。アメン。現実の話お願いします。信仰というのは現実です。信仰というのは現実です、ね、現実に神様がおられるのです。現実に、祈りが届くのです。現実に神様が働くのです。それは体験してわかることです。体験しなければわからないでしょう。皆さんにぜひ体験してほしいのです。神様が働くという体験です。祈っても人生変わってないのですが、どうすればいいですか？その人の信仰が、その正しい信仰かどうかですね。例えば本当に、そのイエス・キリストを信じる信仰で祈ってるのか、他の宗教で祈ってもダメなんですね。または、本当に悔い改めて生まれ変わって、生まれ変わって祈ってるかどうかね。まだボーンアゲンしてないクリスチャンもいます。神様は心を見ます、ね、神様は心を見ます、その人が正しい心なのかどうか。私たちは神様に祈るときに、神様にあって正しい心を持つ必要があります。もし誰かを許してなかったら、叶えられないと書いてありますね。誰かを憎んでたらダメだそうです。またもちろん自分の罪を悔い改めなければダメですね。罪を犯しながら祈りは聞かれないと思いませんか？自分が本当に悔い改めて、罪を悔い改めているかどうか、それも大事なポイントです。それから、本当にその御霊によって祈ってるか、御霊を受けて御霊によって祈ってるかどうか、それも大事なポイントですね。そうです。それから御心にかなう祈りをしてるかどうか。御心にかなわない祈りはダメだと書いてあります。快楽が目的はダメだと書いてありますね。快楽が目的というのは、ですね、ヤコブだったかな。ヤコブの、4の3。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い時で願うからです。悪い時で願っても叶えられないと書いてますね。悪い時、正しい時でなければダメです。腰が痛いんですが祈れば治るでしょうか？
一生懸命祈ってください。真剣に祈ってください。心から祈ってください。腰が癒される体験をしてください。腰が癒される体験をしてください。疑ってはいけません。疑ってはいけません。神様は、癒す力が終わりだということを信じるのです、ね。癒してくださると信じることですね。最近命について深く考えています。命とは何なのか。はい、イエス様がおっしゃいました。私が命です。私が命です。イエス様ご自身が命です。聖霊様が与えられる、聖霊様が与えられるというのは、私たちが永遠の命を受けるということです。永遠の命を与えられるということです。皆さん、まさに信仰とは、イエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命を受けることです。永遠の命を持つことです。それが、御心です。それが、ヨハネの6-40。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。アメン、アメン。神の御心は、イエス様を信じて信じる者が皆永遠の命を持つことだ。永遠の命を持つ。そうすれば、死んだ後もですね、終わりの日、終わりの日というのはイエス様の再臨の時だと思います。再臨の時に一人一人がよみがえる。イエス・キリストを信じる者、永遠の命を持つ者はですね、イエス様の再臨の時に一人一人よみがえる。一人一人よみがえる。すごいですね、皆さんね。一人一人よみがえる。キューちゃん、なんでギャンブルをしていけないんですか？ギャンブルは、お金を愛することなんですね。お金を愛する、お金を求める。ギャンブルは、結局それは信仰ではありません。肉です、肉です。お金を求めるのではなく、神の愛、神の力、霊的祝福を求めてください。お金というのは、何と言ったらいいんでしょうかね。神の祝福の偽物と言ったらいいでしょうか。神の祝福の偽物がお金です。同性愛はどうすればいいのでしょうか。癒されますので、イエス様に、その癒してもらうように祈りましょう。同性愛は癒されます。同性愛癒されます。明石コメントにも時々ね、書いてありますよね。はい。ギャンブルの儲けを全部献金してもダメですか。神様には清いお金を献金しましょう、ね。ギャンブルのお金や、悪い仕事のお金は神様喜ばないと思います、ね。はい。キューちゃんバンドは面白かったが、チラ見しかなかった。チラ見しかしなかった。ああ、はい、キューちゃんバンド。日曜日は外出することが多いので、タイムシフトを無料にしてください。その無料にする方法を知らないんですね。チャンネルをやめるしかないんですね。チャンネル放送ね。でも YouTube で見ることができます。 YouTube で見てくださいね。
昨日のバンドの音バランスが悪かったよ。ほんと音のバランスが悪かった、ごめんなさい。ちょっとまだですね、やり方がまだ分かっていません、すいません。今ここに集まってるだけで気持ちが軽くなります。今ここに集まってるだけで心が軽くなります。他は無料でやってる。あ、そうですか。他で、無料でできるんでしょうか。無料でやってもいいんでしょうか。一応ですね、運営の指示でやってるんですが、無料放送でやっていいのかどうかちょっと聞いてみないとわからないですね。はい、一度ね、運営に聞いたことがあるんですよね。確かダメとか言われたような気がするんですが、一応無料で見られますのでね、無料で見られるはずです。タイムシフトだけが有料になってるんですが、それは YouTube でカバーしていますね。 YouTube でね、はい。まあそういうわけでですね、チャンネル放送でメリットデメリットがありますね。メリットデメリット、ですからもうちょっとですね、その様子を見させてください。いい面と悪い面があります。そのチャンネルにしたのはですね、本来はチャンネルはなんか費用がいるらしいんですね。頼むと費用が、企業がチャンネルをもらうためにはそのお金がいるんですが、ユーザーチャンネルは無料でくれるんですね。無料で。ですから、それはくれるということだけでもチャンネル放送できるということは、チャンネル放送の分野にも広げられるということですね。そういうわけで、そのニコ生の普通のユーザー放送の領域とチャンネル放送の領域と両方で、放送ができるということで、将来性がいいと思いますね。将来性がいいと思います。そういうわけで、いろんな制限もなくなりますね。予約とか、それから動画のアップも、長い動画もアップできますし、自由にアップできますし、24時間放送ができます。いろんな意味で、制限がなくなります。はい、そういうわけで、これからどうなるか分かりません、ね。はい、それではですね、話を続けましょう、ね。私たちは、生きてる意味が分かったのです。以前は生きる意味がなくて、生きる意味がないということの中でどうしても肉で生きてしまう、欲望で生きてしまうということですね。欲望で生きてしまいます。私も欲望で生きてました。以前、肉で生きていましたね。この世というのは俗悪とか世俗とか言いますが、この世は肉で生きている世界です。欲望で生きている世界です。ですからイエス様がおっしゃいました。この世とこの世のものを愛してはいけない、この世とこの世のものを愛してはいけない、またこの世と調子を合わせてはいけない、この世と、調子を合わせてはいけない、それはごめんなさい、パウロの言葉でしたね。
パウロのヨハネの言葉です。パウロが言ったのはローマ12章でこの世と調子を合わせてはいけない、それからヨハネはヨハネの第一の手紙でこの世とこの世のものを愛してはいけないと言いました。皆さん、この世は、欲望の世界だということですね。この世は欲望の世界です。しかし私たちはその欲で生きる生き方ではなくてイエス・キリストを信じる信仰によって生きています。信仰によって生きています。生きる目的、それはイエス様の教えの中で、イエス様の教えの中で信仰で生きること、イエス様の約束を信じる希望の中で生きる、またイエス様からいただく神の愛の中で生きていく生き方。皆さんが神の愛を体験して神の愛で生きているならば、まさにそれが、証しではないでしょうか。また信仰のその目に見えない神の、目に見えない神のまさに証しです。愛のないものには神がわからないと書いてあります。愛のないものには神がわからない、第一ヨハネですね。第一ヨハネの三章、四章、第一ヨハネの四章八節、愛のないものに神はわかりません。愛のないものに神はわかりません。神の愛の持ってないものは神がわからない。世の中の人が神がわからないのは神の愛を持っていないからです。神の愛を持っていないから神様がわからないのです。神がいるかどうかもわからない、神がどういう方かもわからない。それは、神の、愛を持っていないからですね。ぜひ皆さん、その神の愛の内を歩んでください。神の愛の内を歩んでください。神の愛が分かれば、また神の愛を持つならば、神が分かるのです。神が分かるのです。なぜかというと、神は愛ですと書いてありますね。神は愛です。神は愛です。皆さん、私たちは今日も神の愛の中で歩みましょう。神の愛の中で歩むのです。そのことによって私たちは生きる意味を知るのです。生きる意味を知るのです。神の内を生きる、神の愛の中で生きる、これが生きる意味なんです。多くの人がですね、もう何のために生きるかわからない、何のために生きてるんだろう、何のために存在するだろう、それは神の愛の内を歩んでないからですね。神の愛の内を歩まなければ生きる意味がないのです。神の内を生きなければ生きる意味がないのです。生きる意味がないというよりも、生きるその正しく生きてないと言ったらいいでしょうか。正しく生きることによって、正しく生きることによって生きる意味があるんです。神の愛の内を歩まなければ、生きる意味がないと言ってもいいでしょう。つまり生きる意味というのは、生きる意味を知るということよりも生きる意味が与えられるという感覚ですね。生きる意味が与えられなければ生きる意味がないということです。知っただけではダメなんですね。生きる意味を知っただけではなく、生きる意味を与えられて、
初めて生きる意味を感じるのですね。神の道を歩んで初めて生きる意味を感じます。生きる意味を感じます。ぜひ皆さんが生きる意味を受けて生きる意味を与えられて生きてほしいと思います。生きることが素晴らしい、生きることが楽しい、生きることを本当にこう喜べる、生きてることを喜べる、そのような生き方をしてほしいのです。それはこの世的な状況ではありません。いろんな問題があったとしても、いろんな困難があったとしても、その状況を見ないで、イエス様の言葉だけで、イエス様の言葉で生きるのです。さっき読んだように、心を騒がしてはいけません、恐れてはいけませんっていうのがありました。そのように、イエス様の言葉に従うのです。イエス様の言葉に従って、イエス様の言葉の内を歩むのです。イエス様の御言葉は土台であり、岩であり、動かない。イエス様の御言葉は天地が滅んでも、イエス様の御言葉は滅びない。イエス様の御言葉は滅びないと、永遠に滅びないと書いてあります。天地は滅びます、この世は滅びます。ですからぜひ皆さん、私たちが頼るものはこの世ではないんだということですね。この世のものに頼るのではなく、イエス様の御言葉に頼るのです。イエス様の御言葉は滅びません、永遠に滅びません、永遠に滅びません。ですからぜひ、心配しなくていいのです。皆さんにはいろんな問題があると思います。神様はご存知です。その問題によって恐れたり心配したりしないで、神の言葉によって会いましょう。イエス様の御言葉によって会いましょう。アメン、アメン。はい、それではですね、明石タイムいきましょうかね。生きる意味を与えられた、神の内を、神の愛の内を歩むことが許されている、生きる意味が与えられている証し、スタート。生きている、生きている、その意味を与えられた証、生きていることを喜べるようになった証、治らないと言われた末期がんが治りました。イエス様ありがとう、アメン。よかったですね、素晴らしい。もしよければスカイプでですね、スカイプで証ししてくださると嬉しいですね。ぜひよろしくお願いします。快便の時は喜びを感じます。天国に行くために霊的成長をします。
試練をまだ感謝できませんが、それを感謝します。アメン。信仰生活、幸せを感じます。 DV 夫からの暴力に耐えられるようになりました。アメン。仏壇捨てて遊戯王をやめればいいんでしょ。そうです。生きてるだけで丸儲けだと感謝します。飛ぶ鳥を落とす勢いを感じます。毎日祈ってたら幸せになりました。神様を愛すると愛で返してくれます。幸せです。アメン。ハリウッド男優や女優にもこの放送を見てほしいです。自分だけではなく他人の幸せも願えるようになりました。信仰を始めてから心も体も元気もりもりです。信仰を始めてから心も体も元気もりもりです。油注ぎですね。油注ぎです。キューちゃんの笑顔がみんなの笑顔。アメン。アメン。神様に日々感謝していたら、すべてがうまくいくようになった。アメン。アメン。感謝することは神様に対する正しい態度です。喜ぶこと、感謝すること、それは神様に対する正しい態度です。溢れるばかりに感謝してください。溢れるばかりに喜んでください。3年以上見てもちっとも信仰心湧かない、ぜひスカイプでカウンセリングを受けてください、スカイプでカウンセリングを受けてください。キューちゃんはニコ生の希望の星、ありがとうございます。この放送でいろんな難病が治る証を聞いてとても嬉しいです。アメン。どうしても許せなかった、親をやっと許せた、いいですね、やっと親を許せた。アメン。アメン。いつも来てもこの放送には光があります。いつ来てもこの放送には光があります。アメン。自分はマムシの子です。そうです。しかしイエスキリストを信じて神の子になります。人間はマムシの子です。しかし神の子になることができるんです。キューちゃんはなんでキリスト教を信仰したの、きっかけは何だったの。目の前に26歳ぐらいの時、目の前に宣教師が引っ越してきました。それが直接的なきっかけです。間接的なきっかけは小学校の時に日曜学校行ってましたね。小学校の時に日曜学校行ってました。しかし直接的にクリスチャンになったのは26歳の時に宣教師が目の前、実家の前に引っ越してきたんですね。神様が与えてくれた救いです。キューちゃんの信仰態度を参考にしています。ありがとうございます。ぜひ恥ずかしいですが、参考にしてください。参考にしてください。
その宣教師の方と今でも交流があるんでしょうか。今アメリカに引退しています。オレゴン州のポートランドの近くに引退してますが、電話をしょっちゅうします。電話をします。元気です。もう90歳ぐらい、90歳ぐらいですが元気です。2人いましたが1人は天に召されました。その人がこの放送を見たら喜びます。1年ぐらい前でしょうか、インタビューしましたよ。YouTube に残ってると思うんですが、その方のインタビュー放送がありますので、なんて言って書いたらいいのかな、 YouTube で、私の YouTube の中でフライシュマンって打てば出てくると思います。病気で生きているのが苦しいです、助けて、イエス様を信じて、イエス様を信じて、祈り続けてください。フライシュマンじゃなくてフライシュマンですね。フライシュマン、ちょっと出しましょうか。ちょっと出るかもしれません。今出しましょう。フライ出るかな。あ、出ましたね。この放送ですね、ちょっと貼りましょう。この放送が、ありがとうございます、誰か出してくれましたね。これが宣教師、スカイプでね、スカイプで放送した、あ、スカイプ、私の方がスカイプかな。近所に宣教師が来たというのは本当に、神のおぼし飯だったんですね。はい、私はですね、10歳までが世田谷の共同というところにいたんですが、その共同にいた時に、小学校の時に日曜学校に行ってたんですが、目の前が教会だったんですね。目の前の、そうですね、30メートルぐらい目の前かな、目の前に教会があって、で日曜日は教会学校に行ってました。そして26歳には目の前に、目の前に宣教師が引っ越してきました。神様は私をクリスチャンにさせようと、小学校の時も、また、町田に来ても、目の前に教会や宣教師を送ってくれました。本当に感謝ですね。感謝です。でも皆さんも同じですよ。皆さんも今、ニコ生でイエス様の話を聞けるじゃないですか。伝道部屋を皆さん今聞いてるじゃないですか。神様が皆様を救うために、神様が皆様を救うためにこの伝道部屋を与えているのです。伝道部屋を与えているのです。これは偶然ではないのです。偶然ではなくて神様の恵みなのです。神様の導きなのです。偶然は何一つありません。偶然は何一つないのです。すべてが神様の支配の中にあるのです。すべて神様が支配されています。今日も神様が作られた新しい一日です。神の御心の中で歩みましょう。感謝にあふれる生き方、喜びにあふれる生き方をしようではないでしょうか。心の平安を求めにこの放送に来ています。平安を受け取ってください。平安を受け取ってください。神の愛を受け取ってください。神様はいつも皆さんを愛しています。信仰によって神の愛を受け取ることができるのです。信仰によって神の愛を受け取ることができます。ぜひ皆さん、神の愛を受け取ってください。
心が折れそうです。イエス様に、そのイエス様に、叫んでください。イエス様に、求めてください。イエス様が力をくれます。力をくれます。今日もイエス様の愛を表す一日になることができます。ぜひ今日イエス様の栄光を表そう、イエス様の愛を表そうと決心しませんか？今日一日を神様が喜ばれる一日、感謝にあふれて喜びにあふれる一日を送ろう。喜んで喜びあふれた一日を送ろう。神様を喜ぼう。イエス様を喜ぼう。救いを喜ぼう。永遠の命を喜ぼう。天国を喜ぼう。皆さん、私たちはそのような喜びを踊ることができるのです。信仰によって喜びを踊ることができるのです。心配事をはねのけることができます。いろんな問題で苦しむ必要がないのです。イエス様がおっしゃいました。明日の心配は無用です。明日の心配は無用です。神がおられるんですから、神様がおられるんですから、信仰がないと恐れます。信仰がないと心配します。しかし信仰があるなら明日の心配は無用です。明日の心配は無用です。皆さん、これ素晴らしい御言葉ですから言ってください。大きな声で言ってください。明日の心配は無用です。明日の心配は無用です。明日の心配は無用です。天地は滅びます。しかしイエス様の御言葉は、永遠に滅びません。永遠に滅びません。明日の心配は無用です。今日の、6は今日で十分だと書いてありますね。あ、ごめんなさい、ちょっと正確に読みましょうね。正確に読みましょう。マタイの6章の最後、明日の心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。明日のことは明日が心配します。まあ今日心配しなさいという意味ではないですね。今日心配しないでいいということではなくて、その日その日に十分あります。ですから、その今日のことはね、心配するというよりも、多くの人は明日のことを心配するということはね、そのなんて言うでしょうかね、まだ心配しなくていいことを心配してるみたいな感じでしょうかね。今日心配しなさいということじゃなくて、今日のことも神様に委ねていいですが、その明日のことは、ね、もう神様に委ねなさいということだと思うんですね。神の領域まで、心配しなくていいということですね。自分の領域というものがあるんだと思います。今日のことを無責任に生きていいということではなくて、今日心配していいということではなくて、今日のことも神様に委ねますが、明日の心配までしなくていいんだということですね。明日の心配までしなくていいんだという、それは神様の領域だということですね。今をしっかりと生きなさいということでしょうか。今信仰でしっかり生きなさいということではないでしょうか。私たちの信仰はいつも信仰によって歩むということではないでしょうか。今喜ぶ、今感謝する、それが大事なのではないでしょうか。アメン。
皆さんが本当にこの学び続けることによって御言葉を聞くことによって真の内を歩むことができます。御言葉は真理です。御言葉を、その繰り返し繰り返し学ぶことによって、繰り返し繰り返し聞くことによって真理が悟ってくるのです。真理を悟ることができます。そして真理が分かるということが、明るくなるということです。御言葉は光です。その御言葉によって私たちの心が明るくなり、私たちのこの、人生が明るくなり見えてくるのです。真理が見えてくるのです。そして見えてくることによって安全に歩むことができます。闇の中は危険です。見えないというのは危険です。多くの人が、そのいろんな危険なことに、ぶつかってしまうのは見えないからですね。見えないので、サタンの罠にはまります。欲に欲が惹かれて、欲望によって誘惑されて悪いことをしてしまいます。しかし、その霊的に見えてくると、霊の霊がですね、見分けることができると、悪いものと良いものを見分けることができるならば、悪いことを避けることができるのです。多くの人は、良いことと悪いことがよくわからない、悪いことが悪いように見えない、ですから平気で悪いことに手を出してしまうんですね。さっきギャンブルをしていいですかということですが、ギャンブルは霊的に悪いことなんですね。霊的に悪いこと、つまり悪霊に関わることです。ですからそれが分かると、もうそんなギャンブルに興味を持たないわけですね。お酒とかタバコもそうです。霊的に良くないんです。霊的に良くないということがはっきり分かるならもう手を出しません。関心も持ちません。偶像崇拝がものすごく悪いことだということが分かれば、偶像崇拝をやめます。偶像崇拝やめます。恋愛が霊的に悪いということがはっきり分かれば恋愛をしません。恋愛をしません。それは、霊的に良くないということが分かるからですね。分かるからです。ですから皆さんが霊的に大人になってほしい、無知であったり、また幼稚な思いではなくて、霊的に大人になるんですね。分別のある、霊的に分別のあるものになりましょう。そうすれば安全なのです。そうすれば快適なのです。そうすれば、その危険に遭わないで済むのです。アイドルに興味なくなりました。アイドルに興味がなくなりました。ニコ生は偶像崇拝ですか？はい、伝道放送やクリスチャンの放送を見るなら OK でしょうが、それ以外は偶像崇拝となるでしょう。肉を喜ばしたり、肉的な放送を見るならば、それは良くないことなんです。彼女と別れようと思いました。アメン、アメン。キューちゃんマジ徹底的ですね。真理が分かったら、皆さん、真理が分かったら徹底的にやるべきじゃないでしょうか。真理が分からなければ徹底できないでしょうけれど、真理が分かれば徹底的に従った方がいいと思いませんか。イエス様が真理だと分かれば、イエス様の御言葉が真理だとはっきり分かれば、徹底的に従うべきじゃないですか。徹底的に従うべきじゃないでしょうか。分からなければ従えません。多くの人がイエス様を信じないのは、分からないから信じないのです。イエス様に従わないのは、分からないから従わないのです。分かれば、ああ、この方こそ真理だ、この方の教えが真理だとはっきり分かれば、ね、徹底的に従いたくなるのです。徹底的に従いたくなるのです。恋愛やめます。アメン、アメン。はい、それではですね、今日の放送を見て、
イエス様に徹底的に従いたい。イエス様に徹底的に従いたいと思う人、アメンと言ってください。アメン。イエス様の教えに徹底的に従いたい。イエス様の命令に徹底的に従いたい人、アメン。アメン。素晴らしい。アメン。アメン。アメン。素晴らしい。大勢の人がアメンと打ってます。大勢の人がアメンと打ってます。アメン。アメン。はい、お祈りしましょう。天のお父様、私たちはあなたの御言葉のうちを歩みます。御言葉を守る者は、岩の上に家を建てると書いてあります。嵐が来ても家は壊れません。多くの人は砂の上に家を建てているような生き方、欲望で生きる、不信仰で生きるというのはまさに弱い生き方です。試練、困難が来たら人生が壊れてしまいます。しかしイエス様の御言葉に従って歩むならば、イエス様の、御言葉を守るならば、嵐が来ても家は壊れません。リスナーの方々の人生が御言葉に基づく人生、御言葉を行う人生となりますように。そして試練、困難が来ても、心がしっかり、して、また、人生がしっかりと来れないようにしてください。リスナーの方々の心を守ってください。人生を守ってください。御言葉に従う、御言葉を行う、御言葉を一番にして、イエス様を信じる信仰を一番にして、いつもイエス様と共に、いつもイエス様の愛の中にいて、喜びが増し加わりますように、感謝が増し加わりますように、神の栄光を表すような、神様の愛を表す素晴らしい人生となりますように。そして今日、素晴らしい一日となりますように。素晴らしい一日となりますように。どうぞ祝福してください。祝福してください。油注ぎを与えてください。喜びが溢れますように。喜びが溢れますように。神の愛にが注がれますように。神の愛が注がれますように。祝福してください。今日は節分ですが、本当の霊的な節分、神の御言葉という種によって、悪霊を追い出すことができますように。どうぞリスナーの方々の心から、家庭から、地域から悪霊が出てきますように。悪霊が出てきますように。御言葉によって悪霊が出てきますように。御言葉によって日本から悪霊が出てきますように。悪霊が出てきますように。日本が救われますように。日本が救われますように。イエス様、日本から悪霊を追い出してください。日本から悪霊を追い出してください。祝福が来ますように。祝福が来ますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。今日は節分ですが、霊的な節分にしましょう。霊的な節分です。御言葉によって悪霊を追い出しましょう。信仰によって悪霊を追い出しましょう。ありがとうございました。また夜9時にお会いしましょう。シャローン。シャローン。シャローン。